ユーティリティ部門からランキングこちらでございます、はいはい、すごいねもうねすごいピン強いすごいピン強しですね本当にすごいっすねもう430であれ中古市場でも425、410、400まで入れてもいいから、うん、あ全部強いいやこんなに売れてるんですかもうすごいっすね、すごいっすね、これなんでですかこれすごい、ね、何がこんなにこうユーザーの心を掴んでると思うんですか角田さん各メーカー優しさはあるんですけどピンさんが一番ちょっとやっぱシャフトバリエーション多いっていうのはあるかもしれないなるほどカーボンとスチールっていうだけじゃなくて、はい、スチールで1位にツアークロムが来てるんで 85g のシャフトのユーティリティが来てるっていうのが、はい、スチールちょっときついよねっていう、うん、もう少し拾いやすくしたいんだよねっていうところでカーボンに触れてるのかなっていう気はしますねで加藤さんはちょっとそういうの増やし始めてはいるのでいい傾向かなとは思いますね、うん、そういった意味でピンさんが評価されてるのかなっていうところはありますね本当にピンさんがいやこれ激強ですすごいっすね、はいもう一挙レベルですよね。そんな中でもテーラーメイドさんがね食い込んで頑張ってますよね。ステルススレスキュー初代これ特価でちょっと売れたかなっていう。今年の長くちょっと売れたなっていうところありますね。初代ステルス、はいうん、で5位がみんな大好きコブラこれは意外じゃないですか別に意外ですねこれ俺打ってないなコブラさんのユーティリティテンテンシャープなハイブリッドユーティリティですよねちょっと黒っぽくて、うん、そうですね女性感が、まあ、すごい優しさっていうよりかはどっちかというとこうプレイヤー向けなライン色だった気がしますあそうですか、はい、でも元々コブラさんのユーティリティとかと評価高かったので結構契約外のブルも試すのが多い、はいはいはい、話は予想しますねトップ5に入ってませんけど、ちゃんとトップ10以内には LDDX も入ってる。おお、なんかすごいっすね、コブラさんは。本当、とこう。トップ5はなんか固定なのかなっていうぐらい。もう結構ね、もう固く、もうファンも、もうね、そうでしょうけど。さあ、では、妻狩さん、気になる一本。ちょっとミーハーに行きますけど、APEX の UW。これでも言う人多いっすね。これやっぱ言うんすか。そうですね。評価高いですね。で、今作もそれなりにちゃんと売れていてっていうような形で、どちらかというとなんだろう、飛ばし系になるんですかね。だからちょっと厚みもちょっとあるんですよ。ある。UTT にしては。なんかちょっと本当フェアウェイウッドの匂いさえするぐらいの雰囲気ありますもんね。なので上がりやすいし距離も出せるしっていうような形がすごく。きっちりピンを狙っていくようなUTTっていうよりはちょっと距離稼ぐっていうところで評価されてるのかなっていうところですけど注目度高いですし比較的うちでも売れたかなっていうものですねしっかり売れてますね、うんうん、さあフェアウェイウッドランキングから先に行きましょうこちらでございますねまたピンですね。だからちょっとさっきと同じように見えましたけど、ちゃんとフェアウェイウッドってついてるので、はい、間違いなくフェアウェイウッド。すごいなぁ。なんだろうね。ユーティリティとかフェアウェイウッドはもうピンさんが、やっぱもうそこはシェアがすごいんですね。そうですね、フェアウェイウッドで思ったのは、ピンさんって、今回このフェアウェイウッド430マックス入ってますけど、ドライバーでは、フルチタンだったのに、はい、フェアウェイフットしっかりクラウンでカーボンを使ってきてるんですね、うん、そこがすごいなと思いましたね、うん、コスト感考えたらね、はい、よほど工程大変だと思うんですけど、うん、しっかりそこがこう重量配分っていうところで、うん、フェアウェイフットはカーボン使うみたいな形でもうここ最近のフェアウェイフットは本当ドライバーと同じような構造が増えてきてて、はい、まあそりゃ値段高くなっちゃいますよねみたいなところは感じますねその、うんロマさん構成的にはやっぱスプーン、クリーク今7番、9番ぐらいまであるんですかねそうですねで一時期ユーティリティのこう幅が広がってきてたのがまた少しショートウッドの需要もちょっと増えつつあるかなっていう感じを受けてますね7番使う人がちょっと増えてきてたので、うん、逆に3番ウッドとかはちょっと減ってるんじゃないかなっていうところは思いますけど
如実に数字にはまだ現れてないですね、はい、数字には現れてないですの前なんて如実に如実にやっぱあれですね、シャフトはツアーに転ざるクロームなんですね。そうですね、ここは GDO 特有かもしれないですけど、これ強いですね、このシャフト。すごいね、人気高い、圧勝だな、これ本当すごい、はい、で、これまたこの3位のステルスの特化ですね、特化です。だんだんランキング見えるで、やっと4着にパーライント。はい、なんか久々にキャラウェイ、本当久々にキャラウェイさん、でも売れてないわけじゃないんですけどね、なんか別れたのかなっていう気がしますけど、なんでだろう、なんかキャラウェイさんもあの2022年の時かな、あのローグエスティのライブの時にはすごい上位にフェアウェイって入ってたイメージですね、もうちょっとパラパラ入ってたような、確かに感じがパラダイムだけにで、また小太郎さん、はい、安心してください、はい、コブラ入ってますよ、来ましたね、得点入ってます、すごいですね、LTDS、 そうですね、これもまあ特化ですけどね、特化です、はい、安ければ買うよっていう感じなんだ、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないです、定価でもよく売れてました、売れてました、LTDS、 はい、じゃあ、つまがりさん、気になる一本言っておきましょう、はい、ちょっと変わり種で、ヤマハのリミックス、VD フェアウェイ、いやー、贅沢なフェアウェイウッド作りましたみたいな感じのフェアウェイウッドだよね、フルチタンで機能ボリボリで、いや、これは確かにね、一番、はい、もうこの世にあるフェアウェイウッドで一番飛ぶやつみたいな、僕もそう思います、なんか、はい、そんなにいいですか、いや、いいですね、あれ打ちましたかいや、コースで打ちましたいや、コースで打ったんですよ、僕コースで打ったんですけど、むずいっすよいや、それ飛ぶんですよ、飛ぶけど、やっぱそれに引き換えてのですかね、あの技量は求められますよ、当然そう、僕これともう一個迷ったのは430の LST だったんですよ、両方ともう、もうそりゃ飛びますわねっていうのと、そうですね、いや、2強かなと思って、それで言うと僕もね、430の LST ね、打ってますけど、はい、もう圧倒的に優しいのはもう430のもうそれくらい、やっぱもう大丈夫かな、これ山田さんのね、ドライバーは僕すげえいいと思ったけど、フェアウェイウッドに対しては可愛いなと思いました、技術がいる、球は強い、強い、強い、うん、強い、うん、そう、これと本当 LST は本当に球強いな、強い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 、あの本当ドライバーとほぼ同じぐらい飛ぶっていう、そう、でも本当スプーンはもう今ドライバーじゃないですか、もうドライバー遅刻したみたいな、うん、テクノロジーですもんね、本当そうですよ、いよいよ最後の部門でございますね、ドライバーでございます、はい、まずはランキングの方こちらでございます、はい、っていうね、バチバチですバチバチですね、環境バチ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 ステルツ2頑張ったなっていうところですけど、やっぱパラダイムよく出ましたし、はい、G430 は強いなっていうところですけど、2023年の特徴で言えばフェイスの戦いって言っていいのかな、あそうなのか、カーボン出て AI 頑張って、まあ、そっかそっか、各社さんも間はいりませんって言ってるぐらいだから、パラダイムももう間ほとんどなくてもいいよ、はい、なるほど、もうほんとフェイステクノロジーを徹底的に各社さんこう見直した感はあって、他のメーカーでもやっぱ見られたかなっていうところは思いますね、2023年はなんかフェイスみたいなのですね、あとはまあちょっとランキング外で惜しくも6位になっちゃったけど、バーナミニドライバーとか、ね、結果カーボンフェイスじゃないですけど、そうですね、来たんですね、はい、アイアンとかはプレイヤーズアイアンが多かったに対して、なんかドライバー長くなるぜ、そう、ね、優しいものがランクインしてくるんだなっていうのは印象的です、ね、確かにそうです、パラダイムの X の方が売れる、いやだってみんなもう初速ともうあのデスピンしすぎだから確かに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 そうですね、いや本当にちょっとコブラがいないのが俺はコブラはねロースピンの代表作ロースピンの代表作イエローセットって感じあれは僕も春先に何回か打ってラウンドもしましたけど、距離は行くんですけど暴れん坊って感じでしたLS はもう暴れん坊
バレンボー。そう。いや LS は確かにね。そうっすね。なかなかもうコブラのラインの LS ってついてるやつだよね。もうロフトも変えてみたいことでいろいろカチャカチャやったりとかソールに鉛張ってみたりとかしましたけど上がらないぞって思ったりとか。でも前言ってましたもんコブラの担当者の人も LS 使う人はヘッドスピード49以上でうまいと。そうそういないですよね。はい、さあそんな中でもつまがりさんの推しの、はい、気になるどれでしょう。ブリヂストン。B2HT これが、これが優しいっすねこれね。確かに優しいし、あのちょっとこうどぎついフェイスというか、はい、ブリヂストンさんならではの、うん、そのタイヤの技術を生かして、うん、最大の飛距離性能を出すようなすごく特徴的なフェイスだなと思ってて、うん、ちょっとその日本メーカーにはあまりないこのドキドキワクワク感は、うんね、ちょっとあ何このフェイスってなったよね。評価も高かったですね。これも失礼な言い方ですけど思ったよりも売れたっていうすごいです。いや本当すんごい売れた。すごいですね。水野さんもいいですけどもちょっと結構出てる。本当にいや水野といえば本当にねブーチクさんがねコアテックチャンバーグイグイ言ってたんですあれちゃんと仕入れました。仕入れました仕入れました。仕入れました。電車のプレゼン聞きました。はい聞きました。聞きました。おかしいな。なかなか厳しかったですね。じゃあちょっとせっかくなんでお二人にあの2024年モデルのこれ気になるなとかちょっとミーハーですけどやっぱ対岸復活してるんで、ああテラメルとかああ QI といえば気になりますね。 QI といえば個人的にはやっぱコブラですけどなんかその視的にはコブラなんですけど QI といえばね、まあ、というとキャラウェイさんもあれなんで、はい、キャラウェイさん今使ってるのはキャラウェイですけど。どれよだから。もう兄貴はどうですか？2024年モデル。いやもうまさにテラメルの QI10。はい。あとはもう KG430MAX の典型。はい。典型対決。うん。いや本当典型。これ絶対ね。どっちの典型が飛ぶのみたいなね。対決はまあやるでしょうからこれ。目に見えてます。ちょっと優しさをさらに追求したモデルになってると思うので。そうですね。どのぐらいのこうねシェアを取ってくるのか。まあ。楽しみですけど。そうですね。はい、ということでね、今回もつまがりさんがね来まして事業の2023年版ってことでねお届けしましたけれども、兄貴どうでしたか。うん、なんか売れてるものが売れてるもうちょっと国内メーカーさんのドライバーとかは入ってきてほしかったなっていう、まあ、個人的願望はありましたけどね、まあ、しっかり強いところがちゃんと売れてると。そうですね。まあ、ゼクションとかも今年のランキングに入ってくるんじゃないかなと思うんですね。特に X、ジリオユーザーすごくファン多そうですね。ゼクションとも違うモデルと思ってもいいぐらい、あのみんな口を揃えてるのは、やっぱ飛ぶの飛ぶのって言っちゃった。今年のモデルがね、もう予約始まってるんで、ぜひいろいろ試してもらえればなと思います。わかりました。はい、ということでね、つまがりさんまた次回でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次回はどんなグラフをお届けできるでしょうか。さようなら。